大手巻きです。イデアルです。レイです。はい、スプラブです。今回はスプラブで、レイさんがね、はい、S から S プラスの昇格戦があるってことなんで、見ていこうかなと。見ちゃおうかなと。見ちゃおうかな。うん、どんなプレイしてんのかなと。はい、何回の昇格戦なんだと、うん、あ、そんなに。ちなみに何回目。いや、もう本当に分かんない。10回以上やってるよ。S プラスに行くまでの昇格戦は10回以上やってると。やってるやってる、うん、なるほど。ってことなんで、まあ、これやり続けてね、 S プラスになる資格を得てるのかどうかだよね。そう、ちなみにバトルメモリーもらったんですけど、はい、結果がまだ分かんないです。これハテラになっちゃってるんで分かんないです。本当だね、分かんない、ね、はい、分かんないです。ハテラなんで一個一個開けて見ていこうかなという企画です。いいね、スプラブがどんだけ上達したかだよね。レイさんに至ってはもうスプラス3から始めた上に僕より遅くね。しかも最近だもんね。割と最近だから何月頃だっけ。いや11月ぐらいだった気がする。1月ぐらいか。いや、だいぶすごいね、上達が早すぎるよね。いや、マジですごいと思う。マジで、うん、でいきましょうか。まず1戦目、1戦目よし、じゃあ行きましょう。行きましょうか。1戦目再生する。はいはい、ガチエリア、ルールがガチエリア。はい、で、ま、マップはマヒマヒ。マヒマヒだ。マヒマヒだ。すごい、バトルメモリーってこんな感じなんだね。おー、なるほど。ローラーと。なるほど。はい、最近ちなみに武器は、シャープマーカーから、モミジ。モミジに変わってます、ね。なるほど。浮気しております。浮気。音をピード投げて。うん。一旦エリア濡れてるのいいね。そうね、一旦濡れて濡り強いからね、こっちのメンバーはね、うん、そうだね、塗って塗ってでトーピーを投げつつ、いいね、高台から塗りまくる、うん、塗りまくり戦法でね、これ強いね、この戦法。あ、ホップソラー、あー下に落ちた。あー、いたいたいた。これまずいね。これまずい、まあ下にいたね、ちょうど。いたいたいた。で、エリアね、相手に1位落ちで相手見えてる1人。うん、あ、投げてくる。こっちも1人落ちたと。危ない危ない、まずい。ああ、まずい。ああ、これまずい。挟まれたね。なるほど。ああ。ここでこれは。高いだね。高いだね。一旦ホップソナー貯めたいかも。スペシャル貯めたいとこだね、これはね。そうだね。味方と一緒に攻めたいとこ。ああ。ああ、これ痛いね。痛いね。これ強いね、やっぱスプラローラは。強いな。ローラーがね、崖下にいると全く見えないな。うん、即死だからね、しかも。崖下にいると思った方がいいね、ローラーね。大体。あそこめっちゃ強いから、ローラー。強いね。あ、ホップストランが溜まって。お、あー、はけたけど。きついね。あ、これ壊されちゃうね。おい、自治交換だ。22。22。あ、あー、こっちが一人少ない。まずいね、これは。相手のホップストランの位置が高いからね。これは一旦エリア取りづらいんだよね、だいぶ。あー。このバケツ強いから。あー、スクスロね、ここの。スクスロ強いね。あ、トーピードもざい。あー、これは負ける。あー、これがきつかった。なるほどね、ノックアウトされていく。これトーピードでもっと投げて炙り出せればよかったかもしれないけど。はい、ということで1戦目はね、負けということになってたみたいですね、うん、はい。で、次は草谷温泉のエリアですね、はい、うん、そう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 、かなり嫌がらせができるし、うん、上からも手前は濡れるし、ちょうどいいとこに置き場所がある感じがする、すごい、うん、あー、相手にもみじか。で、相手にバレルで、あー、バレルとジェットか、ちょっときつそうだね、塗りが。まあ、ただね、あのジムがめっちゃ塗れるから、割と。強いんですよ、塗り。瞬間的に塗れるよね、すごい。うん。で、キル戻ってくれればいいんだけど。なるほど。ここは、一旦小競り合いか。これ、ギアは何なんだろう、ギアは。あ、ギア。ギアはね、イカ速、製造イカ速かな。あー、なるほど。もう、特に、あ、ナイス、おー、ナイス、スリーキル、おー、強い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 、トーピード強い、あまりにも強い。ホップソナーとトーピードでほぼほぼ持ってってる、やばすぎ。あのトーピード奥に投げて後ろから迫ってくるトーピードがマジで大事。あれマジ強い。うん、あれ取ってる、これまず危ねえ、避けて。あー、ちょっとタイミングきついか、これは。うん、ここ下がってないね、うん、偉いね。あー、危ない、こっちに寄ってたから、ここで死ぬとまずい。あー、対面してる最中に家のランプを見てる余裕がないんです。あー、これも慣れだね。うん、状況がわからんっていう。俺も余裕があるときは見てるけど、そう、相手に寄せたからここ攻めたいんだよね、実際ね。そうだね、あ、ポップソランがちゃんと保ってきて、うん、いいよ。あー、ちょっと HP が危ないよ、これ。きついね。で、ちょっと位置バレしてるから、ここでちょっと、ね、
一旦ちょっとね、あーいいね、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 いいよ、いいよ、あーナイス、これ強い、これはいったかもしれない、これはでかいぞ、1-1で、うまい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 、あー勝っちゃったか、常に、常に人数有利って感じ、あーここで3落ちきついんで、これ高いだね、うん、潜伏されてるね、スペシャル溜まってる状況も見えるのね、見てる余裕が本当にないんだよな、情報量多いよね、上のラムね、本当に多いね、確かに、あーリードされてって、あ、これホップソナーで、うん、ここでね、かなりでかいね、ホップソナーがね、いいよ、いいよ、ナイス、うまい、この2本でかいよ、これでかい、でかい、でかい、あ、これは、これはでかい、あ、潜んでる、潜んでる、一旦下がりたいところだけど、そうね、まああれはほっといても多分大丈夫、うん、そう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 、人数よりがね、4-2だからね、オッケー、あ、これはね、うん、うん、いい状況、ね、だいぶいい状況、かなりいい状況、ホップソナー溜まってる、そうね、あ、あー、ここでウルショ、人数高ー、隠されていくここでウルショが強い、あ、一撃高い、これはどっちが勝つか分からん、ウルショ、ウルショこの野郎って思った試合ウルショマジで強いからね、マジで強い、いやでもここでカウントリードしてって、うん、ここでちょっと塗り合いたいところだね、このエリア管理ができるのはできるのか、またウルショ、またウルショ、ウルショただね、味方がめちゃくちゃ強いんだよね、これ、そうだね、うん、4人から2人取ってるからかなり強い、あー、バレルが鬱陶しいけども、バレルにトーピード効くよ、だいぶ、あー、そのタイミングはちょっと無理かな、あー、そのタイミングきついね、それは無理だね、あの、エレ取って、いいね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 、これは塗っておきたいね、とりあえずね、ちょっと塗り状況がね、あんまりどうなんだって感じだけど、そうなんだよね、モミジはちゃんと塗ってあげたいところだね、切るよりかは、そうだね、あの、自陣側とか塗っとくと割といいかもしれない、これ完璧だ、危なかったね、よるしょ、危ない、危ない、危ない、あ、バレルが、あー、まあ前出なくてもいいかもな、ね、これは、うん、うん、理解しておいていいかも、メモリを見ると、あ、行き過ぎだなとか行かなすぎだなっていうのは分かるけど、うん、あ、スケジュールなかなか難しい、そうだね、すごい自陣入られてるからね、そう、これかなりきつい、うん、ただあと10秒なんで、なんかここで取れそうだね、あー、いいね、ここはポップソナーで、いい、いいソナーだ、あ、最強、もう最強、完璧です完璧、完璧です、最後はよかった、そら強い、最後あそこで焦って突っ込んでると多分やられてました、そうだね、よかったね、うん、上から塗ったのはすごく正解、そうそう、うん、次の試合は本当にね、マヒマヒが来ないのは本当に心情的に良かったかな、あーマヒマヒめっちゃ嫌うやんあー、なるほど、本当に難しくて、うん、ちょっと対面力がなさそうな味方が、どうだろうこれ、うーん、もみじもみじマジで強いと思ってるからね、まあ、それはまあ確かに強い、 うさすぎる、ホップソナー二重飛びシーンとかあるし、うん、さあトーピードも2つあるとかあるからね、光栄こっち2枚なんだよね、うん、あ、必戦強い、まあ、もみじもほとんどね光栄寄りなんだよね、正直ね、うーん、ほぼほぼ光栄みたいなこっち側、うん、まあ、塗り輪でもまあ強いからなんとかなるか、前衛の動きしないとまずいよね、なんとかなるのかな、これはトーピード投げて、あー、リードされてみたいなね、うん、あー、いるね、いるね、右いるね、そこね、あー、そうなんだ、逃がしちゃった、これ二十度目、これ最強、これ見えてないね、いるね、ちょっとこれ味方が前線に行けないね、これは行けないね、行けないからちょっときついんだよ、うん、そうね、まあ、ソナーでソナーでまあ行くしかないんだけど、うん、詰めるしか、まあ、トーピードから絡めていきたいね、できれば、あ、あー、左から、あー、役にいるね、あー、いるね、潜伏されてたね、左にね、うん、トリプルトーネ、進行妨害なりすぎだってマジで、ナイス玉3発同じなんだよ、これやばいよね、火力だけ見たらマジでそうなってる、うん、ナイス玉も一発破壊できるからね、うん、やばい、あ、いいね、あ、そこは一キルしたい、一キルしたい、あーっ、うん、ランスがこれね下がったからね、ちゃんとね、うん、他のプロがないのかな、あれ、あ、いい、いいトーピードなんだけどな、そこね、あ、必戦、あ、ナイス、必戦対面はきつい、おー、ナイス、おー、勝っていって、ここ置いて、いいよ。お、これでかいよ。でかいでかいでかい。横から刺したいけどな。そうだね。お、ナイス。お、ナイス。いいね。まあ、あ、あ、でかい、これでかい。これでかい。あー、雨降らしてください。あー、雨降らし入っちゃったね。入ったね。
カウントが全然進んでないね、これね。うん。そうね。維持ができない、ね。維持ができてない。うん。うん、いやー、これは。あ、いいトーピード。お、ナイス。でかい。ナイストーピード。いいよ。うん。あのお風呂を、そうね。お風呂をピクピクできれば。これね、ホップソナー紅葉行っちゃったけど、上届かないんだよね、これね。そうね。あれは届く。あー。でもね、あそこはね、パシフィックありなんだよね。うん、ポップは届かないような天井になりました。あ、寿司コラ、あ、いいね。ホップソナーだけで倒せるからね、お風呂どかせるから。うん、前に詰めなくても、うーん、この辺でちゃんと塗り合いができれば完璧。そうだ、ね、あ、トルネが怖い。ナイス回避、ナイス回避、ナイス。あ、これはちょっと後ろにいるけど、うん、トーピル強い。味方の雨も援護があるね、これ。いい援護だ。あーっと、それいけるか。ナイス、ナイス、ナイス。ナイス抜き、うん、あ、いいね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 。あの、ま、前目で入っていって、あ、でもちょっと塗られちゃってるから。黒の方がマジで強いからね。そうね、いい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 奇襲だね、これ。あー、マジか、うん、惜しい。基本的にメインめっちゃ弱いからさ、うん、ロジックとかかかって確かに。射程も短いしね、ランスもやっぱすごい、うん、すごい。あー、必戦飛んだらもっとすごいからね。あ、でも、あ、でもエリア取って、あ、ジェットパック、ジェットパック、まだあり。おー、ナイス。味方が強い。うん、ここでちょっと後ろに塗り合いしたいのに、こう、そうだね、うん、エリア管理したいところだね。で、そう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 、もう時間が。お風呂にはトーピードで、うん、あ、それはでかい、それは前に来たやつだけ倒したい。ナイスナイスナイス、でかい。一旦下がりたいけど、これは、うん、で、そこにトービート投げて、塗り地が、おー、ああ、そのトービート強い。あ、そうそうそう、その後ろのトービートがめっちゃ強い。あー、惜しいけどな、トービートね。うん、これをね、もみじもみじでやれれば。そうだね、そう、うざかったんだけど。ということで、じゃあ次が4試合目になるね。今、1勝2敗だね。崖っぷちです、これ早く遠征は。あ、なるほど。あ、強いですね。ゴーニー強いね、対面。あ、相手、相手事故ってる。お風呂うざいからな。でも結構、あやのお風呂はだいぶうざいけども、さすがに詰められればって感じ。ここはでも勝ちたいね。でも、うん、弾幕をなんとかしたいとこ。味方側の前に合わせてなんとかカバーしたいところだね。あー、お風呂が、あと、お風呂、お風呂が 2連続で2-2か、今詰めてもな。まあ、でも塗り勝っていれば、うん、あー、あそこの、あいつね、うざいね。うわ、ひたすら一生置いてくるから、あれスプリンクラーを必勝、スプリンクラーとお風呂飛んでくる。あー、スプリンクラーに、あー、邪魔される。あー、よしよしよし、若葉ね。ここね、高台があるから、まあ、なんなら全然濡れちゃうもんな、あそこからな。うん。あー、来てたね。雨降らしたい。雨降らしね。おー、お風呂が前線で破壊していく。うん。なんてお風呂だ、これ。前線お風呂。マジか。前線お風呂。持ち替えた方がいい気がするけどな。ホップソナいいよ。ないよ。これきついな。あー、それ倒したいな。味方がね、まあいけないんだよね。うん。あー、ワイプ、うん、これはまずいね。応援にボコボコされてるね。ボコボコにされてる。うん、僕の方にトービード投げたいね、これね。やっぱちょっとサブ性能欲しいね。うん、これでかいね。ここでしっかり固めたいところ。そうね、ここでリードがあるとかなり、うん、ただシャプーマが死んじゃってるから。うわー、あー、カローラでこ、ローラーも死んでますね。ナイス様。おっとおっとおっと。あ、そこか、ナイス様。うわー。あー、そっちか。そうだ、ね、あー、これで打開だね。これはまずい。ただ、自陣が、塗りが、おられてる気がしてる。塗り状況、おー、なるほど。確保して、トーピード。はいね。あー、ちょっとそれはどうだ？ちゃんと見られてるね。あ、いいよ。うまいよ、うまいよ。いいよ。そこのホップソナーいいね。あ、ナイスホップソナー。ナイス。強い。これはいいね。から、うん、もう一生トービード投げ続けたいとこだけどね、俺だったら。俺だったらそこ一生トービード投げてる、俺、ここで。
潜伏して、うん、潜伏して一生飛び投げてる、うん、うん、で味方がこれ維持できるか、うん、ストップ、雨降らしが飛んできて、あーマジか、あーこれもまたランスに切られたな、もうエゴにやられまくってお風呂をキルしてやるっていう気持ちになってるからこの辺で、わかるすんげーわかる、あーそれは厳しい、あーナイスナイス、うるしょ、あー惜しい、若葉、いやーでもワンチャン全然あるけどな、うん、あるある、向こうに落ちてちゃんと乗りたいところ、うんね、これは若葉の仕事だからね、乗り返しは、うん、うん、で、5、2とか2枚行ってもらいたいところなんだけど、そうね、もっと塗ってもいいかも、これ危ない、このところに踏み込みすぎだね、これね、危ないね、うん、うん、相手インクは踏んでるね、だいぶ潜伏行ったらやばいね、もう、うん、あー、これはきつい、相対力だったよね、これね、そうね、うん、壁に当たると軌道変わるからね、うん、そうね、そこは待て、泡だらけそこし多分死ぬ。うん。あ、ホップストラー。うん。あ、危ない。多分ね、ホップストラーそこだとあんま意味ないんだよね。うん、届かないね。うん、届かないんだよ。と思うけど、相手近づかなくてもいいんだよ、この辺でって。正直。あ、そうだね。関係によるか。そうそう、できればあそこのね、一個敵の高台のところに乗せてあげるのが一番いいかな。その高台か、でトーピード投げて場所だけ動かしてあげればハイドラチャージできなくなったら打てないし、うん、ギリギリ勝利だね、ナイス、これはまあ正直味方に助けられた感はあるね、うん、ちょっとだいぶ助けられてる、うん、めちゃくちゃ良かった、5-2がだいぶ無双してた、ま、すごいね、 5-2 シャープマが、さあここで2勝2敗ということになったわけですね、お試合で全部決まるからね。そうなんだよね。どうなったのか。編成、ドン。で、ああ、塗りが強い。ああ、なるほど。まさかの、スペシャル。トライストリンが2枚。これ、この試合の、なんだ、トライストリンガーのサブっていうの、あのポイズンね、ミスト、うん、ミストとポイズン、ポイズンと、ね、ずーっとモヤモヤの中にいる感じ、あーレーザーが、こーらきつい、強いねー、うん、メガホン3本だからね、これ3枚レーザーだからメガホン3枚、で、あとルショーきついです、いやがすごい、うわこれはそうね、そこに吐きたいね、そうだね、そこでいいと思う、あーこれは痛い、グラブラにちょっと前衛捉え、前線がね、うん、これは結構グラブラしかいないからね、前衛が、うん、ずーっとミストとレーザー飛んでくるのこの試合、本当にね、ひどいあ、でもいいよ、あ、ポイズンがうざい、うん、ポイズンの中にいると、なんかインクが回復しないとか動きが遅くなるんだ、結構そう、そう、うん、でもダメージはない、ダメージはないから、まあまあ、無理やり別に行っても大丈夫。なるほどね。あ、クラブラが。ああ。惜しい。惜しい。ほんとポイズンだらけだね。なんだこれ。初めて見た、こんなの。もやもやしてるね、もやもやしてる。ちょっと目がほとんどで。まあ、相手届かないよね、あそこから、こっち側の戦いに。うん。届かないと思う、ね。そこからやってもいいよね、別に。あー、クラブラ、そうね、ホップソナーで、うん、あ、ナイス、おー、ナイス、これはいい状況だよ、うん、味方がどこにいるのかちょっと分かりにくいな、左上くん高台行ってるな、カバーしてあげたいね、これね、おー、いいね、うん、あー、そうそう、いいトーピー、いいトーピー、トーピードあれば、もう完璧だから、センサーでバレて、うわ、めっちゃ飛んでくるレーザー、やばレーザーやばしかもポイズンで動きづらい、このセーゼンはでかい、マジででかい、うん、あー、うざいねー、あー、前出てきたね、弓がね、
あ、でも引いてるか。死んだか。あー、クラブラ。お、いいね。もう一回やってくれる。ジムが保証します。すごい強いんだよな、ジム。あそこの位置でパンパンやってなきゃ。なるほど。あー、ポイズン。うざすぎる。あそこは右に今クラブラがいるんだけど、オッケーオッケー、ないですか。もうトーピール投げるしかないもん、これ。うん、トーピール投げるだけでいいと思う、正直。あ、いいね。うん、一旦引くのありだね、これは。オッケー、ナイス。弓にバレてるよ。ね、前目で置くと。うん、いいね。これは結構固めてるよ、だいぶ。うん、いい状況だね。うん、だいぶいい状況。うん、あ、トーピールが。うん。いいよ。あー。あー、メガホンで破壊されていく。でもこれ間に合うか。あ、間に合うか。残り8。濡れるか、これ。濡れたらでかいよ。濡れたら熱すぎる。お、濡れるな、これ。バリア最強だよ、これ。まだ今中立状態だ。完璧なバリア。完璧だね。これは取れればもう完璧なんだけど。逆に相手に取られちゃうと結構めんどくさいことになる。あー、取られてしまう。なるほど。でもすぐに、カウント止めて。ナイス。うん、でかいね。ただペナルティーカウントすごいことになってるから、まあまあまあ油断はできないけど、まあまあまあ、あと、あの、ああいうてあと30秒。取りきてるね。あいつ倒したいね。うん、なるほど。守りのホップソナーを。うん、強いんだなあれな。うん、ああ、グラブラが破壊してくる。あの、一人やってストップだが、いや、もうこれ言うても時間がないんでね。うん、これは行ったな。うん、これは行ったね。相手に落ちしてる。うん、いけるいける。あー、ナイス。あー、勝ったやん。エスプラスじゃん。もうな、ということでエスプラスおめでとうございます。エスプラスありがとうございます。やったー、長かった。最後のさらなる地獄が待っていることでしょう。長かったそういうこと言うなよ。S プラスになったということで、これでね、スプラブ全員 S プラスということになりました。うん、達成しましたね。よかったー。いやー、いいこっちゃ。いいことだ。